主人様、お嬢様。今日は中学時代の友達に頼まれて一日だけメイドカフェで助っ人として働いています。人手不足で。まだメイド服は慣れないけど、なんとか頑張ってます。お待たせしました、ラブリーキュアキュアオムライスです。ケチャップで書いてほしいものありますか？じゃあ猫で。猫ですね、どうぞ。レベル高っ。いやー、本当ありがとね、ミヤちゃん。店長、実はここ去年まで働いてたとあるメイドさんが引退してからずっとうまく回ってなくて、その方はアルティメット神キャワメイドという称号を持っていて。なんかすごそう。仕事の9割はその方がこなしてくれてたわ。だからその方が引退してからカフェはずっとてんやわんやなのよ。そうなんですね。でもあなたは相当な逸材よ。もしかしたらアルティメット神キャワメイド目指せちゃうかも。そんな、私は今日一日だけのメイドなので。でも大変な状況なんだな。私は助っ人だけど、このカフェに貢献できるように頑張らなきゃ。すみません、注文いいすか？ラブリーキュアキュアオムライス30個で。食べ盛りの野球部？よっしゃ、食うぞ。俺、朝飯抜いてきた。メイドカフェでガッツリ食べに来る人いないって。こんな大量の注文受けたことないし無理。もうメイドやめます。うわぁ、ただでさえ人手不足なのに。私が何とかするしかない。ラブリーキュアキュアオムライス30個できました。おお。すごい、空中でケチャップライスを卵で包み一瞬でオムライスを完成させた。彼女は100年に一度の逸材よ。もっと頑張るぞ。お待たせしました、萌え萌えフルーツジュースです。おお、ありがとね。お嬢様、なんだかお疲れ気味ですか？顔色が。うん、私漫画家なんだけど、来月までに新作5000ページを書かなきゃいけないから毎日原稿地獄で。それは大変ですね。じゃあ私がこの萌え萌えフルーツジュースに疲れが取れる魔法をかけますね。仕上げのレモン絞ってもいいですか？うん。元気になれ、萌え萌えキュン。はっ、どうぞ飲んでみてください。うん。うわ、本当に疲れが取れていく気がする。メイドさん、ありがとう。すごい。今ミヤちゃん、疲れているお嬢様のために疲労回復効果のあるレモンをえげつない握力で絞っていたわ。彼女は千年に一度の逸材よ。って、いつの間にかすごい行列できてる？聞いた？ここのカフェ、超本格的なケチャップアートのオムライスがあるらしいよ。俺はここに来ると疲れが吹き飛ぶって聞いた。すごい、ミヤちゃんの評判を聞いてどんどん人が集まってきてるわ。すみません、注文お願いします。こっちも。こんな数のご主人様、お嬢様、私たちには対応しきれない。もうやめます。やばい、このままじゃメイドさんがいなくなっちゃう。私が一気に対応するしかない。僕ミヤちゃんとチェキ撮影したいんですけど。はい、撮ります。3、2、1。あれ、ミヤちゃんは？こちらチェキになります。チェキにはちゃんと映ってる。早すぎて見えなかった。すごい、ミヤちゃんの動きが早すぎて3人に見える。彼女は1万年に一度の逸材だわ。夏の大増刊号リボンスペシャルポップウサギ、気になる新作がたくさん。真逆の2人の青春ラブ、関東から40ページ、なおちゃん先生の青春の歌、大人気コミカライズが増刊にも。コキッちゃん先生のリレイスハウスへようこそ、個性バラバラな歌い手が一緒に住むことになった件、番外編前編。この夏一番の感動をあなたに。カラー40ページ、くまちゃん先生の大人になるまで待っててね。無表情マネージャー×カリスマ俳優。カラー56ページ、ハリモン先生の君に気づいたら虜前編。祝爽快表紙に登場、こうちゃん先生の拾った犬くんと恋をする番外編。夏の大増刊号リボンスペシャルポップウサギは大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画
動画も見てね。